早速ですが、シネマ女子映画のような撮影やってきました。イエーイ。はい、じゃあ今回ですね、私たち女優ですから、はい、今回一人芝居ということで撮影をしていきたいと思います。お、その時にですね、使うのがこれです。ブラックマジックポケットシネマカメラ使います。はい、はい、さあ今回の映画のようなワンシーンのポイントをおさらいしますと、うん、はい、ポイント1、はい、今回はカメラのレンズを変えてみることでドアップがバッチリ撮れます。お、はい、そしてポイント2、じゃん、 ND フィルターの装着です。こちらを使いますとボケ味を演出することができます。はい、じゃあポイント3、こちらレフ板です。上げますと、お、はい、こちらで最後に光をきれいに当てて演出してみたいと思います。では早速ですが、はい、始めましょうか。はい、はい、起きてる起きてる、まだもうちょっとハイテンション過ぎてからのちょっと悲しいモードになってる。悩んだ後にそのまま寝落ちする。そんな感じでだんだんカメラとしては上がっていってるので、でバスアップになるんですけど、いきます、よーいスタート、つながって撮りまーす。わー、手出してください。指示出しが難しいですね。落とせるんだったらちょっとここに物を置いてもらって、パッと落としてそのまま逃げる。押さえればで、そこカット、よーいスタート。撮るのってすごい大変だなって思ったのと、あと蚊がね、蚊にやられましたね。もうちょっと体力も全部吸われていきました。まあ、蚊との戦いもあったんですけど、なんかこういろんなところに神経使わなきゃいけないなっていうのですごい大変でした。すごい緊張しました。こう指示出すのとか楽しかったです。私もですね、やっぱり役者が一番いいです。あのやっぱり指示を出すというのはですね、かなり大変なことなんだなっていうのがよく分かりました。あと現場でよくその監督さんとかスタッフさんがおっしゃってるいろんなこと用語があるじゃないですか。もろもろよろしければ行きますよみたいな、あれって自然と言いたくなるものなんだなって思いました。はい、すごい貴重な体験ができて面白かったです。